ちょっとざっとライブの話するか。今日ね、ゆうはちょっと知らない方もいるかもしれないんだけど、今日作ゆい3周年のライブにお邪魔させてもらって、宝島とワンダーネバーランドを歌ったんだよね。で、まず、宝島歌おうってなった時、まあ知ってるから、ゆむでも歌えるわって思ってたのに、歌詞割り見た時に、おうしかなくて、あれ嘘、ゆむ、ここだけまさかの展開、ちょっとびっくりする。だけど、歌詞割り見た時に、シャンシャンと気づくさんで、シーシーとチャイカさんで、まあ、二人ずつね、結構コラボしてるじゃん。二人は接点あるから、まあその組み合わせはわかるけど、だけど EM に、なんか少なすぎでしょと思って。だけど逆に、面白いし、楽もできるからいいやと。まあ、王に全てを、注ぎ込んだ EM は、あの王に。どれだけの人が EM の王に心を動かされたのかはわからないけど、あの王にめちゃくちゃ EM はいろんな感情をし、潰した。あ、で、しかもセンターね、割とね、当日で、ダンス覚えてきて、みたいな、もう言われて、ダンス、ちょっと歌しか考えてなかったと思って、あ、ダンスも覚えるんだ。そう。でも、立ち位置、EM どこだってなった時に、EM が、当日、行ったら、センターだったっていう。EM センターでいいの？